宮崎武氏は日本の政治家、前衆議院議員、元工芸新聞社記者。政治活動では宮崎武氏表記を用いる。和田だ刀のペンネームでライトノベルの執筆も行っている。講演会名称は竹誘会群馬県前橋市幸運町出身。父親は前橋赤十字病院院長を務めた農下界の宮崎みずほ。 前橋市立桃井小学校、前橋市立第一中学校、群馬県立前橋高等学校、中央大学法学部政治学科卒業。中央大学在籍当時は、弁論部である自立学会、弓道サークルである紫弓会、ゲーム研究会に所属。在学中、東京大学総長杯、早稲田大学大熊杯の両弁論大会で、準優勝した。 大学卒業後、工芸新聞社に入社し、県警記者クラブのキャップ等を務める。2001年に、翼でロマン大賞化作を受賞、同作品でデビューする。2006年6月、民主党の党本部が主催した、新人候補者募集で合格。2007年11月20日、工芸新聞社を退社。同年11月27日、民主党本部は、 常任幹事会で宮崎を次回衆院選の群馬一区公認候補にすることを内定した。同年12月19日、宮崎は同と群馬一区総支部の設立を県選挙管理委員会に届け出た。2009年8月の第45回衆議院議員総選挙で12万2711票を獲得し、自由民主党で元財務大臣の尾身工事を破って初当選。 2011年8月27日、民主党代表選挙が告示され、宮崎は、馬ぶ住すを全国土交通省の推薦人になお、連ねた。2012年の消費増税をめぐる政局では、6月26日の衆議院本会議前に、福田恵リ子、福島信之、熊田敦次、村井宗明と記者会見を開いて、 消費増税法案には賛成できないが離党する意思もないことを表明し、同法案の採決では、党の賛成方針に反して棄権した。民主党は7月3日の常任幹事会で、幹事長による注意処分とする方針を決定し、7月9日の常任幹事会で正式決定した。同年12月の第46回衆議院議員総選挙では、自民党の佐田玄一郎に敗れ、 比例復活もならず落選した。2014年12月の第47回衆議院議員総選挙では、再び沙汰に敗れ、無所属の上野博士の得票数にも及ばなかったものの、比例北関東ブロックで復活当選した。2015年1月7日、民主党代表選挙が告示され、宮崎は細野岳元幹事長の推薦人に名を連ねた。二千十五年三月に、 亀井静シらが中心となって設立した超党派の地域活性化協議会に参加、呼びかけ人に名前を連ねた。2016年9月2日、民進党代表選挙が告示され、宮崎は玉木雄一郎の推薦人に名を連ねた。2017年9月末には希望の党へ合流意向を明らかにした。安保法制に反対し、 宮崎自身も衆院採決の際にプラカードを掲げて猛反対していたが民進党の中では政策的にはどちらかというと希望の党に近い政策面では心配していないと述べた2017年9月26日万年野党により三ッ星議員に選出される同年10月の第48回衆議院議員総選挙は希望の党の宮崎 自民党の尾宮あ子、日本共産党が擁立した、元前橋市議の三者の戦いとなった。結果は尾身に敗れ、比例復活もならず落選した。2019年6月30日、前橋市内で開かれた講演会主催の集会で、次期衆院選への出馬の意欲を示した。2019年11月、旧立憲民主党群馬県連内に、 翌年2月の前橋市長選へ候補を擁立する動きがあり、群馬県連は宮崎を含む複数名に出馬を打診していることが報道されたが、宮崎は12月末に不出馬の意向を固めた。翌年1月6日、旧立民群馬県連は支援する候補が見つからなかったことから市長選を自主投票とすると発表した。2020年9月15日、旧立憲民主党と 旧国民民主党が合流し、新、立憲民主党が発足。宮崎は、新、立憲民主党の群馬県連が実施している、群馬一区候補者の公募に応募したが、11月30日の選考会では、宮崎ではなく元大学准教授の斎藤厚子が選ばれた。その後、群馬県連は斎藤を次期衆院選の公認候補予定者に相当する、 群馬一区総支部長に就任させる、要党本部に12月10日に上進したが、党本部は一区総支部長を空席のままにし、一区の取扱いについて判断を保留にしている。選考会翌日の12月1日、宮崎は自身のツイッターやフェイスブックで、私は次の衆院選に群馬一区から必ず出馬することを改めて表明させていただきますと明言した。 12月2日の朝日新聞は宮崎がどんな形でも次期衆院選には群馬一区から出馬すると明言したことを報じた。2021年6月25日、群馬県庁で記者会見を開き、次期衆院選での群馬一区からの出馬を正式に表明した。新、立憲民主党に公認を求めているが、同党の公認が得られなくても必ず出馬するとの決意を述べた。 自民王国の群馬一区において自民党系の候補に対抗できるのは十数年にわたり一区で政治活動を続けてきた私しか野党側にいないとも述べた。会見には中選局時代の群馬一区を地盤としていた子、田辺誠元衆議院議員の側近であった元前橋市議が同席した。親族には意師が多い。身内に政治家はいない。 宮崎武氏は40歳の時に結婚。結婚の仲人は元首相羽田が勤が務めた。妻の宮崎由紀子は2021年2月7日投開票の前橋市議会議員選挙に立候補し、候補者47人中得票数2位で初当選した。2020年9月15日、旧立憲民主党と旧国民民主党が合流し、新 立憲民主党が発足。同年10月4日、新、立憲民主党の群馬県総支部連合会が発足。同日に、群馬県連は、群馬1区の候補者を公募すると決定した。元大学准教授の斉藤厚子が公募に応じる、意向を真っ先に示したことが翌5日の工芸新聞により報じられた。同年10月31日に、野党共闘を目指す。 群馬一区市民の会主催の集会が前橋市内で開かれ、そこに出席した宮崎も公募に応じる意向を表明した。同年11月2日、公募への応募が締め切られた。群馬県連の公募に応募したのは宮崎、斉藤、東京都の男性医師の3名であった。この時点では、選考の方法や時期については未定であった。11月9日、 立民群馬県連は、候補の選考を話し合いではなく、群馬県連執行部と群馬一区在住の一般党員による投票で行うと決定した。また、公募に応じた者たちによる討論会を11月30日に開き、その後の同日中に投票を行うことも決定した。投票を行う者は、計45人であると11月11日に報じられた。 群馬県連は11月18日までに書類審査を終了した。公募に応じた3名全員が群馬県連の書類審査を通過した。11月30日、公募に応じた3名による討論会が行われた後に群馬県連役員と群馬一区在住の一般党員による投票が行われ、斉藤が選出された。1回目の投票では3名とも規定の得票数を 超えることができず、宮崎と斎藤で決選投票が行われた結果、斎藤が僅差で宮崎を上回った。1回目の投票及び決選投票ではともに該当なしとする票が一定数存在した。県連は、公募に応じた3名の詳細な得票数は公表しなかった。12月10日、群馬県連は斎藤を次期衆院選の公認候補予定者に相当する。 群馬一区総支部長に就任させる、要党本部に上進した。その後、党本部は一区総支部長を空席のままにし、一区の取扱いについて判断を保留にしている。党本部が斎藤を群馬一区総支部長に就任させないことから、群馬県連は2021年7月19日、県連単独で斎藤を支援することを決めた。党本部との協議は継続するとした。 群馬県連は県連から斉藤以外の人物の公認を党本部に申請する考えがないことを示した。党本部の選対幹部は今春に斉藤氏の公認は難しいと県連側に伝えていたことを明かした。党本部の旧立憲出身者を中心に斉藤への反感があり、党本部は斉藤を公認候補予定者にすることに難色を示していることが報じられた。 斎藤の扱いに関して、県連と党本部の間に溝があるとも報じられた。党本部の幹部は、公募に伴う投票は、群馬県連が勝手に実施したものであるため、投票でトップだった斎藤を無条件で、群馬一区総支部長に就任させるわけにはいかない、ことを明かした。2021年8月31日、立憲民主党本部の枝野幸男代表は、 定例記者会見での記者の質問に対して、群馬一区は、同等公認候補を擁立しない、空白区となる見込みであることを明かした。いずれも集営者、コバルト文庫館、ありがとうございます。